ウコンは、能楽における能の演目の一つ。ゼアミ作による、北の天満宮末社の大場明神が登場する、脇ので、女神者に分類される。女体神による優美な舞いもあるため、カツラの趣向きを持つ。軽に登り、花の名所を訪ねようと、鹿島神宮の神職と従者は、ウコンの馬場へと赴いていた。 そこで花見をしていると、華奢に乗った貴女と次女が、ウコンのババの桜の木や北の天満宮の梅や松、二色で飾った華奢に心ときめかしつつやってくる。神職と貴女は昔、物語から歌を弾いて、言葉を掛け合い、風情を楽しみながら、一緒に美しい景色を眺めていた。貴女は、北の天満宮と拙者の大馬車に咲き誇る桜の花を、眺めつつ、天神の信仰を称えた。 そして自分はこの拙者に現れた神であり、君が用を守る神であると告げる。そして月の夜の神楽を待ちた前と言って、花の陰に姿を隠した。神職は、神の大の誓いが尽きぬ証として、この神と君の恵みを、ありがたいと思い待っていると、大場明神が現れ、今右近の馬場は春を得て、君の意向も高く、のどかなるようめでたいと、神も俗人に交わっていると告げる。 神職が、アマテラス大臣の恵みを受けて、桜の見合いに現れた神ですね、というと、北の天満宮では、神の意向を表すために、大葉の神として現れたと言い,い、神々楽を舞い始める。月が照り添い、花に戯れる、美しい舞であり、北の天満宮の池にその姿を映しながら、鳥のように花の小を飛びかけり、雲に登り、天に登っていった。猿楽段儀に、 ウコンのババの脳としての言及があり、ゼアミの作と認められる。しかし、吉本作者中文に前後を小次郎を書き直すとあるため、関瀬小次郎信仰が改作したとされている。ゼアミによる除隊の脇脳は、他に、クレハ、ウがある。北野天満宮の拙者に、大馬車がある平安系一条大宮の北にあった、右この F の丹電書。北野天満宮の南。 伊勢物語99段における成平と女の歌のやりとり日本書紀における天孫降臨の段の神直伊勢の内宮と言われ、大馬車の神と一体とされている神自身が舞う。神楽、梅原武志関関よかず 2013P66 ありがとうございます。